×YSL 新リブレ香水の魅力を徹底解説フローラルの香りに隠された秘密とは、平野賞も魅了された。YSL リブレオーデパルファムフローラルを徹底解剖。タイプ L ジャパンタイアップ。アジアアンバサダーである平野賞が、YSL ビューティーの新製品、リブレオーデパルファムフローラルをテーマにした L ジャパンとのタイアップデジタルコンテンツに登場しました。 平野翔はその自信とエネルギーに満ちた姿で、香りが持つ、内なる炎を咲かせるコンセプトを完璧に体現しています。彼が持つ情熱的なキャリアと挑戦の精神が、新しいフレグランス、リブレオ・デ・パル・ファム・フローラルとの融合を際立たせ、見ている者の,の心を動かします。今回のフレグランスは、クリーミーな甘さとリリーの強さを宿すスパイシーフローラルノートが特徴で、YSL のマスターパフューマー、アン・ フリッポとカルロス、ベナイムによって生み出されました。彼らが再び手を組んで作り上げた香りは、男性的なラベンダーと女性らしいオレンジブロッサムが調和することで、リブレシリーズの斬新さを新たな形で表現しています。リリーフラワーアコードとパームツリーフラワーが融合することで、燃え上がるような情熱と温かみが感じられる、リブレオ・デパルファム・フローラルは、まさに YSL の先進的なクリエーションの象徴です。 YSL において特別に創作されたリリーフラワーアコードは、乾燥した不毛の大地にも咲くリリーの力強さをイメージしています。このアコードは、ホワイトフローラルノートの中でも特にスパイシーさと輝きを強調し、柔らかさと同時に燃え立つような意志をもたらします。また、モロッコのアトラス山脈で収穫されたパームツリーフラワーも、暖かさとクリーミーな甘さを加える役割を果たしており、ジャスミンやオレンジブロッサムがほのかに香ることで、 全体の調和を強めています太陽のように輝くパームツリーフラワーは燃え立つ白い花々と共鳴しながらフレグランス全体に力強い明るさをもたらしています。この香りはベルガモットとラバンディンハートから始まりミドルノートにリリーフラワーアコードやパームツリーフラワーオレンジブロッサムアプソリュなどが加わり最後にはバニラバーボンインフュージョンアンバーグリスムスクが温かみを増す構成となっています。 香りが持つセンシュアルな輝きは、マスターパヒューマーであるアン、フリッポとカルロス、レナイムの糸によるもので、白い花々の贅沢さと女性らしいパワーを表現しています。彼らはまた、リブレオ・デ・パル・ファム・フローラルにおいて、従来のフローラルの概念を覆す挑戦も試みています。さらに、フレグランスボトルはゴールデン・サンド・カラーのジュースを用い、カサンドラロゴがエレガントにデザインされています。 この光沢のあるカラーと美しいロゴの組み合わせは、YSL のブランドアイデンティティを高めるものとして、香りの輝きと温かみを象徴しています。ゴールドのディテールが施されたガラスボトルは、まるでクチュールジュエリーのような印象を与え、見るものを引き込む魅力を持っています。ボトルデザインの美しさは細部にも及び、アシンメトリーなブラックキャップや霜とのゴールドチェーンなど、タキシードを思わせるエレガントなディテールが際立っています。 このデザインには、自由に生きる女性へのオマージュが込められており、現代的でシックな、リブレウーマンのスピリットが映し出されています。リブレウーマンのスピリットは、ただ自立しているだけでなく、自由を愛し、自分自身の人生を選び取る力を持つことを意味しています。その力は、YSL がリリースする、リブレオ・デ・パルファム・フローラルの香りの中に完全に表現されています。アン、フリッポとカルロス、 ベナイムは従来のフローラルフレグランスの概念を打破し、この香りに繊栄的でエッジの効いたフゼアの要素を融合させることで、力強くもセンシュアルな女性らしさを象徴する一つの香りを作り上げました。フレグランスの構成要素としてのリリーフラワーとパームツリーフラワーは、異なる土地の自然のエッセンスを象徴していますが、それぞれがユニークな役割を果たしています。リリーフラワーアコードは、アン、フリッポとカルロス、 ベナイムがリリーの強さとスパイシーさを最大限に引き出すために開発したもので、ホワイトフローラルが持つ華やかさと輝きを体現しています。一方、パームツリーフラワーはモロッコのアトラス山脈のウリカコミュニティガーデンで採取され、イランイランやココナッツを思わせるフローラルの音が、クリーミーで温かみのある香りを加えています。この組み合わせは、花々の感能的な香りと力強い生命力を同時に表現し、香水の持つ、 内なるる炎をを表現すすための基盤を成していますこのリブレオ・デ・パルファム・フローラルが目指すのは自由で強い女性が放つ光です。その光は太陽のようにまぶしく輝くリリーの香りを中心に温かみのあるパームツリーフラワーのノートと調和しています。ボトルのデザインもまたゴールデンサンドカラーが香りの輝きを視覚的に表現しさらに、 シャープで幾何学的なカットがボトル全体にスタイリッシュな印象を与えています。この V 字のカットは、イブ、サンローランが手がけたタキシードのように無駄がなく、全体として絶妙なバランスを実現しています。ブラックキャップとゴールドチェーンが、自由に自分の道を切り開く、リブレウーマンの象徴としてデザインされており、ボトル自体が一種のアイコンとして完成されています。リブレという言葉が示すように、 この香りは現代の女性の生き方を象徴しています。自由を追求し、自分の個性を貫く強い意志を持った女性たちが、この香りを纏うことで、さらなる自信と輝きを得ることを目指しています。リブレオ・デ・パルファム・フローラルを身にまとう女性は、YSL の革新性とともに生きる自由を愛し、自身の存在が周囲に影響を与える力強さを秘めています。香りのトップノートから広がるベルガモットとラバンディンハートは、 フレッシュな印象を与えるだけでなく自己の存在感を高めるように設計されています続くミドルノートに現れるリリーフラワーアコードやオレンジブロッサムは女性らしさと品格を持ち合わせた繊細な表現でありつつ強い意志を感じさせますそしてバニラバーボンインフュージョンやアンバーグリスムスクで構成されるラストノートが香り全体を包み込み心地よいぬくもりとともに深みのある余韻を残します 香りそのものが持つメッセージ性が、ボトルデザインと絶妙にリンクしている点も特徴です。香りが放つ内なる情熱と温かみを象徴するゴールデンサンドカラーのボトルは、エレガントさとセクシーさを同時に体現しており、女性の強さと優雅さを際立たせます。カサンドラロゴが添えられたゴールドチェーンは、アイコニックな YSL の象徴であり、自由を愛する精神を思わせます。このボトルを手に取る瞬間から、 持持つ人のの気持ちをを奮い立たせ、さらららななるる高みへと自らを導くような感覚が得られるのです。YSL のリブレウーマンとは時代に左右されることなく自らの信念を貫き前進し続ける存在です。イブ・サン・ローランが愛したリリーの名を持つラブ・ユアセルフは彼のイニシャル YSL のアナグラムでもありリリーに込められた優雅さと強さは YSL のブランド哲学を象徴しています。 そのため、リブレオ・デ・パルファム・フローラルは、単なる香りにとどまらず、YSL の伝統と革新を象徴するアイコン的な存在といえます。この新しいフレグランスは、ただ香りをまとうだけでなく、自分の生き方そのものを表現するための選択であり、女性が持つ力強い精神と輝きが一つになったものです。